せえ車だな。人間か。まだ生き残りないかとはな。うんざりだ。力は手に入れた。いけるさ。電話線は無事なのか。さっさと出ろこのアホ。何コール目だと思ってる。これからはお前がかけてこい。そうすれ駆けつけてやるよ。
んだ。車だな。人間か。まだ生き残りないかとはな。生きてて悪かったな。それより男を見なかったか。待ち合わせしてんだ。杖をついたやつ食ってねえよな。食うものか。人間の血は何よりも大切な逃げた。この俺が魔界の王となるためのな。おお、お前がどうかな。確かにでかいけど特技もねえし頭は空っぽだろ。柄じゃないぜ。やめとけよ。人間め、俺を知らんと見える。覚えておけ。俺が大悪魔の通り当て様だ。Hey!
愛しき人を核も高め我を低めし星を始まったのかと思ってたぜ。腹の口でな。遅くなってすまない。少し読書にふけていてな。あっそ、すげえ面白そう。それよりダンテはあの中か。ユリゼンに敗れたとすれば今頃とっくに奴の体はクリフォトの養分だな。なんだって？クリフォト、魔界に入るあの大使の名だ。人の血を吸い成長する。血を吸われた人間は見ての通りあのありさまだ。とにかく行ってみるか。ダンテが生きてるってんなら助けりゃいい。待て、その前にまずクリフォトの根を駆除するべきだ。ブイ、お前何者だ？遅刻だが文句はなしだ。道が狭くてな。おい、お前がブイか？それ取ってくれ。それそれ、足元の。うわあ、いいね。こいつは傑作が生まれる予感だな。よく嗅げるな。何か分かってんのか？お前のクソ。作戦会議だ。
二手に分かれて進むとするか。手分けすりゃ早い。そうしよう。見ろよ、天才だろ。待て待て待て、金が先だ。材料はこっち持ちで遊ばせてやってんのに金まで取んのか。一流の仕事には対価を払うもんだ、常識だろ。ならすぐにぶっ壊れない頑丈なのを作れよ。お前が攻撃を食らわなきゃいいだけだろうが。もういいわ。これ以上の機能美はないよな。芸術だ。おいおい、姉ちゃんは芸術家気取りときたか。ああそうさ、文句あるのか、チキン野郎。私の祖母は45口径の芸術家と呼ばれていた伝説の職人だ。孫の私も当然芸術を生み出す職人さ。私が作れば芸術だ。銃だろうと鍋だろうとな。それでお前を見てやろうか。他に質問は？は？チキン野郎。俺は先に行く。どこかで道が重なるか、クリフォトの下で落ち合おう。ああ。お前はどうする？頭がぐるぐる考え中。また教える。おい、何か欲しいなら口で言えよ。私はエスパーじゃない。まだな。新作見たいか？見たいよな。間違いなく最高傑作だ。
サボンじゃねえぞ。空気読めよ。目障りな植物だ。近い方から片付けるか。
要はぶった切りゃいいんだろう。 根っこが進むのか。
根っこの大元があるはずだ。ビンゴ。
おい、誘ってんのか？そっちから来いよ、クソ悪魔。
力がなきゃ何一つ守れねえ。分かってるぞ。おしゃべりは嫌いか？そいつは気が合うな。
声だぞ。黙らせてやる。知り合いか？昔の客だ。あ、なんだ。お前が浮気するとは。キリエにチクらないとな。冗談だよ。どうした？笑うとこだ。はあはあ、お板はやめとけよ。ちょっとだけよ、なんてな。キリエに殺されるぜ。あんな小僧が最後の希望とはね。仕方あるまい。そのためにやるべきことをやっておかなくてはな。